シャッ。じゃあまたね、最終目標を年末でいけるか ?3 ヶ月じゃちょっと足りない気がするよね、トレーニング。半年後だと ?3 月4週。それまでに大会2つぐらい出られるよね。あといいね。会長主催の大会とかあるよ。会長賞。ニューイヤー杯。縁起良さそう。会長賞とりあえず目指します？とりあえずそうですね。じっくりニューイヤー杯までやります。あーでもじっくりニューイヤーでもいいかもね。そうだね。じゃあまずニューイヤー杯を新年気持ちよく迎えましょう。ニューイヤー杯最強怪獣対抗戦 A グレードって感じかな。で大会だわ。怒ってる野口。あー、野口夜更かし。あら、やべえ、体調回復するにはカカオだっけ。なんだっけ、なんかあったよね。ということで、大会まで来ました。夜更かしをしてるためちょっとカカオを買いに行きます。買いましょう。激に減らすのか、カカオは。ウルトラマンゴーか。体調回復はマンゴー。うーマンゴー。やっぱ気持ち減ったぐらいだね。ということで、ニューイヤー杯1年を気持ちよくスタートさせるためにもここは勝っておきたい。ロゴが花火か。おお、ニューイヤーだもんね。おめでとうおめでとうめでたいねって感じだし。なんでちょっとエヴァンゲリオンみたいな。いやいやいや、うわわ、ダダレイキュバスか。かっけえな。なんかかっこいい。なんかダダが絡んでくるやつで一番かっこいいかも。あ、でも見て、野口能力上がったよね。あ、でもダダが入ってるからレイキュバスでもちょっと打たれ弱かったりするのか。すごいすごい、楽勝楽勝。やっぱじっくり、うん、いやでも最後まで分かんないね。そうだね、油断せずに。オッケーオッケー。おー、ナイスナイスナイス。レイキュバスに勝てんの嬉しいよね。そうだね。トーナメントだし、ぜひ優勝したいよね。ハラヘリ、ニヒルブラウン。この2匹はもう、おなじみになってきたね。ニヒルブラウンか。前回対戦だとニヒルブラウンに負けちゃったんだけど。あ、でもニコラスが負けてるから、割と優勝の確率ありそうな気がする。確かにね。ニコラス強いんだよね。そう、このニヒルブラウンの目がさ、
スパイファミリーのアーニャの目に似てるってよ。さっき言ってた。ああ、確かにあの、アーナが、アーニャがギロッとする感じの。そうそうそう、アーニャ知ってるんだ時のあの目。ねえ、確かに似てなくないね。ほら、ちょっと似てる。画像が多分出てると思う、画面。なんかスパイファミリー見たんだ。見たんっていうか知ってるんだ。見てるよ、見てた。へぇ。君で笑い、ガッツが下がる。当たんないね、攻撃がね。あぶね、声切り裂くだ。あー、まずいね。負けちゃった。ちょっと俺の操作が悪かったな、今のはな。準決勝敗退。あ、でも3位にしてくれるんだ。ちょっと今回ね、直前に夜更かししたから体調もあんまり良くなかったんだよね。ねえ。励まさない。代わりにちょっと豪華な鮮魚の詰め合わせでもあげるか。逆の口、リュンさんが大好きで仕方がないみたい。すごい愛感じるね。固い絆で結ばれてるのを感じるよ。一生懸命お世話してきたおかげだね。これからも逆の口と一緒に頑張っていこうね。だってさ、だってほら、プロフィールにも書いてあるもんね。好きなもの、花束、リュンさん。嬉しいね。じゃあ次回 A グレード公式戦行くか、それとも最強怪獣対抗戦を挟むか。どうしようね。いやー、でもとりあえず公式戦かな。最強怪獣ってレベル高そうだし。そうだね。とりあえず公式戦で今日はここまでにしちゃおうか。そうだね、収録的にも区切りがいいので。それじゃあ、公式戦までカットします。じっくりトレーニング。その直接面とは迎えてないけど、まあ話せてるっていう点では人類は進化してるだろうけどって感じじゃん。そうだね。ということで、ちょっと人類の進化の話をしながら、4月3月4週に飛んできました。はい。能力ね、だいぶ上がったよね。ねえ、だいぶあのタンク型になってきましたね。力丈夫さが主に、うん、すげえバカだけど。相変わらずね、偏差値。偏差値12ぐらいだけど。よし。でも、カエサルリベンジしてやろうぜ。俺、日本で育ってないから、偏差値パッと言われて、頭いいか悪いかちょっと分かんないんだよね。いや、まあ、50以上あれば大丈夫だよ、大体は。そっか。じゃあ、俺はバカだ。いやいや。50がまあ、平均っていうか、まあ平均よりちょっと上なのかな、よくわかんないけど。新設の大学とかだいたい偏差値50スタートとかだから。ああ、そうなんだ。へえ。あんま偏差値ジョークとか、本当は言わない方がいいんだよね、多分ね。ね、学歴とかはね、本当にその人の頭の良さを表すもんじゃないから。そうだよね。ということで、ぶちつけ相手に、下がっていきましょう。ブチスケは一回倒したんだよね。割と倒したもあっさりと。ねえ、おお。バランス型であんまりなんか長所
らしい長所がないから、こうやってゴリ押しでいけるんだよ。ナイスナイス。もう完全勝利じゃん。そうそう。バランス型とか回避型には強いんだよね、うち。パワー型がちょっと苦手だよね。そうなんだよね。あとなんだろう。回避特化して技が得意な遠距離系とかちょっと苦手な気がする私ら。ああね、相手のガッツ減らしてくるとかね。そうそうそう、ガッツの溜まりが遅いんだよね野口ね。よしね、この間負けたもんね。こいつ強いんだよね、何気ね。アーニャのくせに生意気。アーニャ、アーニャのお目目してんのにね。お目目アーニャ。ニヒルブラウンってゴムラとのハーフなのかな。目がゴムラっぽいなって。確かに。またレッドレッド。アーニャゴムラ説。古代怪獣、アーニャ古代怪獣とか言ってさ言いそう、アーニャ古代怪獣。めっちゃ言いそう。アーニャ古代怪獣って言って言いそうだよね。意味分かってなく言いそう。父、アーニャ古代怪獣とか。すごい、アーニャのキャラクターを完璧に把握してる。ノックアウト。ということで、アーニャ。アーニャノックアウト。アーニャ勝ったって。アーニャテルテル坊主に勝ったよって。いや、アーニャがテルテル坊主だったんだけどね。ね、ってことはさ、野口も半分アーニャってことだよね。野口も半分アーニャ。そっか、だからこんな愛くるしいのか。ニコラス。アーニャ。そうだよね。なんか、スパイファミリーっぽいよね、我々ね。考えてみれば。うん、ニコラス・ケイジ。俺とアールちゃん、アールちゃん、なんか、と、怪獣の子供。なんか能力似てるね。ほんとだ。あーでもやっぱ向こうのは多少勝るね。ドギ。あ、やべ。あー意味不明になったけど、でも相手何もしてこなかった。あう。あ、でも前回一撃で死んでたけど今回は耐えなかった。ニコラスケージをやっつけろ。文面だけ聞くとすごいこと言ってる。いけニコラスケイジ。相手の攻撃をかわし続ければ。いけそう。69% 当たらないか。69だから当たらないか。ナイス。ノーアイス。張り切る。張り切るって何？怖いんだけど。5分。ムラムラしてきたってニコラスが言ってるじゃん。ああ、やめろ。ムラムラやめろ。逃げ切れるかこれ。逃げ切れ。逃げ切ろ。オッケー、逃げ切ったー。やったー。ニコラス・ケイジ撃破。よし。撃破が今言えなすぎて。今、撃破っていうこの短い言葉の中で4回ぐらい噛んだわ。撃破ってなったよ。一言で4回噛むって世界記録じゃないかな。ギネス行こうかな。ねえ、行ってみてよ。動画を。メトロナ、メトロナは何が強そうだな。名前かっこいいしね。見た目もスタイリッシュだしね。カエサルやべえな。さあ、ハルヘリー戦。何度目か分かんないよね、ハラヘリー戦。なんか、2勝1敗ぐらいなのかな。なんか1回ぐらい負けてる気がする。ベムスターはお腹で食うからハラヘリーなのかなってね。うんうん。まあ、食うからハラヘリーかもしれない。まあ、ハラヘリーちょっと関係ないかもしれないけど。大食いで有名な人亡くなったんだってね。ああ、菅原初代さんだっけ。そうそうそう、水曜日ってダウンタウンとか出てたおばちゃんだよね。そうそうそう、あの人面白かったよね。あの人なんか無気力ですごかったよね。お、ナイス。あら、いい撃破。
でもああやって言ってるもの見無敗つけ、神話？無敗神話かこれ。無敗神話だよ、今のとこ。カエサルと同じだよ。A ランクでここまでやれる。うわー嬉しいな。嬉しいね。ついにこいつは母ちゃん超えたもんね。母ちゃん超えたし、さらにその上を行くかもしれない。そのためにはカエサルをやっつけないといけない。ブチスケ全敗なんだけど。ブチスケ全敗面白いな。出たセブンガーメトロン。でもこいつなんか交渉してくるばっかりでさ、僕に攻撃してこないんだよね。そうなんだ。ガッツ削って交渉してくるばっかだったよね。案外なんか2、3回殴ったら大丈夫だった気がする。先制攻撃すれば、あとは相手6に手出してこないから。はじめに威圧感かけておいて。あーでも全然ほらほらほら強い強い強い。ナイスノイスノイスメイノイスメイ。こういうところがね、ノリがね、アメリカ人なんだけどね、独特のね。ニコラス・ケイジにも勝っちゃったじゃん、カエサル。ほんとだ、ブチスケ。ブチスケ全敗じゃん。ヒーロー。いやー、ヒーロー一生いっぱいだからな。手抜けんな。ヒーローブチャイクだなぁ。でもなんか、ダダと違ってちょっと可愛らしさがあるな。こいつ見た目怖えよな、なんか。ちょっと怖いけど。俺は嫌いじゃない。怒れてる感じの怖さ。俺は嫌いじゃない。ドキューン。おぉ、うん。バカついへんな、うん。攻撃の化身とかしてる。あ、そうか。この攻撃でやられたんだった。そう。あ、でもね、あの、守備力が A ランクになったから、うわ安定感が違うよ。ちょっと今攻撃されてるけど、あと一発なんだけどな。あぶね。相手もこちらと同じような攻撃持ってるな。アイスクロー。どうだ、超突進いけるか。オッケー、いったいったいった。強い強い強い。ナイス。逆の口。全勝対全勝だよ。カエサル対。雨降ってんのに気球飛んでんな。確かに。危ない。気球怖そうだよね。僕一生乗れない気がする。俺ね、高所大丈夫なんだよ。ああ、そう。そう。だから、俺はいつか乗りたいし、なんならスカイダイビングとかそういうのもやってみたい。すげえな。高所平気なんだよね。でも俺寒いの苦手だからそっちがダメかも。なあ。返され。さあ運命の返され。リベンジマッチか。ブルートスになって気持ちよく収録を終えたい。輝くおっぱい。もう殿堂入りみたいなもんだよね。A ランク勝ったらね。でも、ところどころ勝ってるんだよね、能力的には。確かにね。力がえぐいな、我ら。ジョブさんも。うん。質もね。じゃあ行きます。運命の戦い。先制攻撃当てたい。超突進！効いてる効いてる。おぉ。ほんとだ、半分ぐらい持っていったね。いい調子。超突進。おお。もう脊柱までぶっ飛ばした。うわ、日大タックル。なんだ、一丁度の下級。うわー、やられちゃった。これだよ。これだよ、言ってたやつ。うわー、惜しかった気がする。でも。まだまだだな、でも。いや、でもね、食らったダメージが3600いくつだったからさ、結構相手もギリギリだったと思う。
もうちょっと守備力か体力のどっちかがあれば耐えてた攻撃だと思う。次はもう間違いなくゼットン・ゴモラだね。2位か。でも惜しかった。非常に気持ちよく収録を終えたかったけど、それでもみゆきを超えたっていうことがね。ねえ、それだけでも気持ちいいよね。いやでもずるくね、こいつ S グレードなのに A ランク大会出てほんとだ。人気減らしてる。いやー全勝だったんだけどね。命中と丈夫さ上がるの何気に嬉しいね。そうね。っていうか今足された丈夫さあれば勝ってた説どうだろうね。ギリギリ上げましてあげましょう。でもね、3ヶ月後の6月の公式戦でもう早くも勝てそうな予感がする俺は。そうね、ちょっとそう、次回の収録はそこからやっていきましょう。そうですね、 S ランクにはいけそう。野口、そうだね、そうだね、生きてる間。すごい。うん、でちょっと待って、収録終わる前に一度チェックしましょう。一人前、立派になった。成長期は過ぎたのか。ああ大人か。じゃあもうここからぼちぼち下がっていく、いこうか。能力は下がんないけど、上がり方は減ってくかもね。だからちょっと S ランク突破、そして S ランク以降の活動は本当に寿命との戦いって感じね。え、なるほどね。3歳11ヶ月だから本当にギリギリかな。でもね、ちゃんとね、ハーブとか与えたおかげで、通常の感じよりも全然寿命はありそう。まだ全然。これはよかった、よかった。だって、ようやく大人になったわけだから。ねえ。こっからですよ。